ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよ。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大月を経てもなおやむなく続く連鎖。忍びの一族となり、里との大都まですら背中を与えることなく、なお、そして憎しみの悪者を奪いかけて、かの二人もついに立ち戦い続けた。やはり貴様との戦いは心を奪う。もっと俺を楽しませろ。畳みかけ。遅い。甘い。畳みかけ。受けてみよう。止められると、あれは当たらない。お前の力はその程度ではない。甘い。ここで叩く。そんな野枕でどうするつもりだ。あちらも食らえ。行くぞ。勝とう。Come on.
佐野を。お互い温まってきた頃だ。柱迷う。やはりお前との戦いは別格。ここまで対等に戦える者はお前だけ。これこそが忍びの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わない。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるとお前には死にえない。まだ終わりではない。
闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の王者火影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、助
戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。何を考えているのかは想像がつく。あとは勝負。はい、勝利は目前、掴んでみせろ。俺の戦車ユルトラ。今こそ攻め時、攻めて攻めて奴を追い込むぞ。進化限界のようだな、カカシ。まだだ、ビジューの番。少し遅い。無駄なことを。バカな、もう逃げらんねえぞ。そうか、さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。
前は。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次任界大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けてゆく時代。傷つけ傷つき奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、
そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。
援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三。ミナトと離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた。
大切な仲間だろうが。それが凛の任務でもあった。もういい、お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺は凛を助けに行く。現実の中だ。術を解き裂きゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。一人で大したとこ。しかし何をなったとしてもどうにもならないのが今のお前がまさに。何？お前の命はここで終わる。残念だな。まだ腕が震え上がる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しでリンを。もう少しで女を助けられるとも思っているんじゃないか。でもしか、やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様の身に本気を出す。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。単純だろ。
しかしコナンは随分と人手不足みたいな。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえんだよ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは連動の差ってことだ。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。Yeah.
助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビト。クソ、やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト。いや、そんな、どうして。俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。俺、お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。
かしい。凛を連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でも。いいから行け。凛、ドトン熱の転生。リン、早く捕まれ。気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。死んだのか。
あの世との狭間だ。内派の者よ。その目、まさかじいちゃんも内派の。痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンゴ、今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、ギリ、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう。何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見たときは度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか、そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの。因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして自分はずっとお眠か。分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だから
何だって思い通り。死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ。今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ。お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前ら、そろそろあれやるぞ。ほーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし、行くぞ。手加減抜きでやる。覚悟しろよ、お前ら。待ちこい。少しは手加減してほしい。僕らカカシのことを詳しく知らないし。Yeah!
僕らの教育の賜物だよ。ありがとな、お前って呼んでもらってもいいっすよ。また少し自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、グルグル。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況はかなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。ミナト先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時にカカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを、リンをなんとか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ？変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。一人で仕留めるぞ。
マダラに選ばれた理由が。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろう。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも。俺に夢の世界の作り方を教えてくれ、マダラ。もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻ゲドーマ像を月からな。その後
すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前が打ちはまだらだ。何のつもりなの？お前からキュービを引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、キュービ。相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。だが今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。you
忍び。やめはる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが宇治原マダラだというのか。どうだろうな、忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか、お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるのかと思う。なぜこの葉を狙うの。言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。わかる必要はない。どうせ何も知らんままお前は散るのだからな。どうした四代目、お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼人二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。九尾野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいい。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこは、こんな世界は。どうでもいいんだよ。本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。
俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺は…こっちは楽しそうだな、オビト。やつは…うちはまだだ。ずいぶんと遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで？聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ！そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのような奴と。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。ナルト、影分身か。つきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。
俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。世界がな。うわ、なんだあれは。もしかして。ああ、あれが準備だ。謎の悪いチャクラは消えたはずなのに、
俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カカシとガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。知らねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思え。
も所詮無力な将軍だ。お前も、いや、誰でもいずれ成瀬、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。この術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドドン、大地どうか。
これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。家の一、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木炭刺し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。仲間は殺させないんじゃなかったのか？これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、
この現実に何がある？現実にいる必要がどこにある？いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない幼稚な忍びに過ぎない。確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、
それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。博士先生。さあこれからだぞ、楽しいの。火の国は木の葉隠れの里。そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど、かの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍海大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうその最中、内葉佐助は予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことをなしたイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見て見。な、すごいでしょ。これだ、すべてを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。え、誰？オロチマルだ。はぁ、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。
十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつは兜がさらっていた木の葉のくの市だ。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。解除封印。手応えがないっていうか、これでいいの？なんというか、本気出してないっすよね、オロチマル様。もういいのか。肩慣らしだしね、この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない、今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。Thank you.
木の葉の、それも内葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。式風神開。その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なのよ。これを使い式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。十五、サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていた舌がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの四人を呼び出す生贄となってくれる。江戸天聖の術。さあ来るわよ。すべてを知る者たち、先代のおかげたちが。これが初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉サスケ、あんたたち火影に聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目、イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間、指を下ろせ。わかった。ガッハッハッハ。いやすまんすまん。さて
里についてか。もちろん話してやってもよいが、血と長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これは、そうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、内葉と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺も、もはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。とどめを刺せ。できないか。それが柱はお前の甘さだ。くっ。俺は俺たちの、いや、俺の里を守る。何があろうとも、里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。
本末転倒だな。それが里の闇にある。いずれ。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりに、マダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが。無限つくよみ。里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄が、あんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代火影の話を聞いて、あなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけで、ね、では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。
覚えてるか。ガキの頃にここで話したこと。ああ。あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどいやつぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしなやつだったよ、お前は。子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作る、だったが。うん。自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいる。だな。この葉隠れの里か。今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ふん。ところで火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ半分嫌がらせじゃねえか。ずいぶんと様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだな。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。なぜ？この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時二代目火影として。お前の後おそらく扉間が火影となろう。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて里を出るよう内派の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。
本当の夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。火影様！何事だ。うちはマダラがこの葉に。そうか、戻ってきてくれたか。この葉隠れに謀反、先遣隊は全滅、第二陣第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。火影様、いかがなさいますか。火影様！何を言ってる。何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えが、もう何も。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に、千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足でまといだ。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているサイルが、この僕でなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか。足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか。私たちが、オロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルタビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が。カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それで
どこで試すのですか。まさかここで。バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。
てどうする。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。あー、サスケ！待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。まだだ。今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが、戦争もこれで最後ぞ。行くぞ！時来たる。忍びの世がため、仲間と共に戦う者。忍びの世がため、闇と共に走る者。先を見据えし領有がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。